皆さんこんにちは。イタリア人のジュセッペです。日本に住んで6年になります。今日はイタリアでどのように柿を食べるかをお見せします。柿はもともとアジアの産地のようですが、その後ヨーロッパにも輸入された果物です。何年前かは分かりません。日本で初めて柿を食べた時、私の妻はとても驚きました。イタリア人は日本人とは全く異なる方法で柿を食べるためです。今日はその方法を紹介します。必要なのは柿、スプーン、そしてナイフです。本当はナイフは必要ありません。この柿にカビが生えているので、死にたくない場合はこの部分をカットする必要があります。では早速柿のヘタを取り除いていきましょう。すごい柔らかいね。What is it doing?イタリアではすでに熟している柿の実が買いに行きます。日本で食べるカターニャの石のような硬い柿はありません。柿を食べる準備ができています。ついてきてください。スプーンですくってすくってすくって食べ始めます。種を除くすべての実を食べます。種は食べられません。そして私たちは実を吸い続けます。初めてこのような牡蠣を食べた時、妻の顔はこんな感じで驚きました。嘘嘘でしょ。しかし私はそれがはるかに食べやすいことをあなたに保証することができます。どうなんだろうね。どうだろう。そうそう、私たちは牡蠣の中身を完全にきれいにします。このようにすごい。そして残りを捨てます。イタリアではこのように牡蠣を食べます。またね。アジアの産地のようですが、その後ヨーロッパにも輸入された果物です。キモ